始まりました。本の前置きですが、次回の本気は高円寺にある高見園さんからお送りいたします。ということでゲストのコーディリのお二人、はい、ね、いろいろと紹介していただいておりますけど、はい、ね、でめちゃくちゃファンだっていうね、僕らの。そうですね、ありがたいことにね、はい、うん、どうですか実際。実際こう一緒にじゃあ食事したいとかさ、響くんが我々とっていうさ、いやだから今そのせめぎ合ってて、うん、美味しいですか。うまい、ソーセージみたいなやつ。甘いです、超詰め。うまいね、俺超詰め好き。食ってみ。でね、せめぎ合っててあんまり好き好きって言うと接しづらいかなと思って、うん、ちょっと一定の距離を置くようにしてたんですけど、うん、なんかもうどうでもよくなってきちゃって、うん、その汁浴びたいとか言い始めるようになっちゃいましたね。アルピー汁浴びたい。安くないからね。そうですね。行く15 出せて17だね。7かー。何そのリアルな家賃みたいな。ちょうどリアルな家賃。後ろシティと俺らの汁どっちがいい。後ろシティの汁か。組み合わせって可能ですか。一応聞いてみるけど何。1回目は平子さんと阿諏訪さんの汁、うん、ちょっと系統としてそっち寄りというか、はい、で2回目酒井さんと金子さんの汁、うん、でグロスで23でどうですか。うーん、追加分6なんだね。6なんだよ。25だね。5か。絶対2万上げてくるんだよな。リキ君はいるの、こういう好きな響君会ってみたいっていう人。だからもう芸人とかジャンル関係なしで、あ、会ってだ。それこそそのジジマリの他のユキさんとかは本当に多分あんまり人の前で緊張しないんですけど、一番緊張するのは多分ユキさんな気がして。でも会ったことはないの。いや、ないです。ないんだ。へぇ、そう、芸人さんだと誰だろうな。羊ネイルさん。いや、おもろいよね。めちゃめちゃおもろいからね、羊ネイリね。ずっと言ってるよね。ずっと言ってる。で、この間その大阪でドクターハインリヒの単独見に行って、一人だけ。もう好きだね。コーディリじゃん。すんげえ好きなんだ、お笑いマジで。もう学生お笑いとか見始めてます。やばいじゃん。けどそれはちょっときついものがあるので、あんま言わないように。なるほどね。なるほど。バンドの人ってさ、なんでお笑い好きなの。多分似てるんだと思います、そのアティチュードというか。なあ、芸術家じゃないですか、お互い。まあそうだよね。クリエイター表現者、うん、サビがあってね、うん、なんか言葉を用いて誰の頭の中にそれを飛び込ませようかっていう作業をそのものが一緒だもんね。本当全く一緒。ただそれの伝えるツールが音楽かお笑いか。本当弦があるかねえかだけの違いが。立ってみるか座ってみるか。俺らのこと知りすぎて平子さん誘導すんだよ、平子りのもの。怖いわ。そんな化学反応を起こしてますんで、よかったら見てください。